これが根本的な、そもそもの座ってる時の腰の痛みの解決方法です。2倍から3倍近く負担かかるよって話です。はい、生体復活院長で理学療法士の松田啓太です。どうもご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的解決していくための動画になっています。もしあなたが3件以上の病院、整骨院、整体に通っても痛みが改善していない、もしくは湿布、痛み止めでごまかしている、そんな方であればぜひこの動画見てみてください。松田さん、はいよ。最近座ってると、はいはい、もう肩やら腰やら節々が痛くて、はいはい、本当に正しい座り方みたいなのって、はいはい、教えてもらえたりします？何歳やったっけそんなやばいね、あれ座ってるだけで痛みが出るってね。座り方はこれね、いろんな諸説ありて、ポイントだけお伝えすると正解はないってことだけ覚えてほしくて、ただ原理を覚えていくと、あ、じゃあ自分はこういうタイプかな、こういうタイプかなってのが分かってくるかなと。これが一番だって言いたいところなんですけど、しっかり考えながら根本的に解決してほしいなと思っているので、まあ、ちゃんとこのメカニズム、痛みが出るっていうメカニズムからちょっと説明をしていきたいと思いますね。今日はそもそも座ってて痛みが起きる原因、メカニズム、そこからじゃあこんな風に座った方がいいよっていうのを説明していきたいと思いますけど、いいですか？そんなの。わかりました。今撮りながらめっちゃ中腰になってますからね。わかりました。やっていきましょう。で、これ座り方としては、まず正解から言うと、同じ姿勢じゃない方がいいんで、こういう風に座る時もあれば、こういう風に座る時もあれば、こういう風に座る時もあっていいんだよってことをまず覚えてほしい。いいですね。いいです。そもそも同じ姿勢で座り続けるっていうこと自体が悪です。なんでかっていうと、そもそも座ってる時ってどこに負担かかるかっていうと、立ってる時を100とした場合、背骨にかかってる圧が、まあ椎間板にかかってるね、背骨と背骨の間にクッション材、ここにかかってる圧が100だとした場合、座るとどうなるかというと、だいたい140ぐらいになるって言われてます。いわゆる、まあだいたい 1.5 倍ぐらいかかるんですよ。ね。で、ここの状態から、例えば前鏡になると、椎間板って前側にありますから、まあ負担がまた増えますと。で、この状態、座った状態で 1.5 倍かかってますと、椎間板に圧が。さらに前にかがんでいくと、立ってる時よりも、さらに 200% ぐらい、いわゆる2倍ぐらいかかってくると。さらにこれで重さを持つと、めちゃくちゃ負担かかる。だいたい280%、 いわゆるこう普通に立ってる時よりも重さを持って何か前にやるってことをするだけで2倍から3倍近く負担かかるよって話です。で、これ何が言いたいのかっていうと、立ってる時と座ってる時だと、これね、大きな違いは足で支えてないってことですよ。立ってる時は足で支えてますよね。だから足、膝、足関節、股関節、そして背骨なんですけど、座った瞬間足がフリーですよね。だから上半身だけ、この部分だけで全部支えてるんですよ。だから背骨24個で全部支えてますっていう状態。これがいわゆる座ったというところなんですよ。座った瞬間、背骨全部で体重支えないといけません。だから負担多くなるよねって当たり前なんですよ。立ってる時はこの背骨にかかってくる上半身の重さも全部股関節、膝関節、足関節で使わないといけない。でもそれができなくなってくるって話ね。だからこれやらないといけないこと何かと言いますと、まず背骨にかかってくる圧が座ってる時多いよってこと。ってことは、じゃあ背骨にかかってくる圧をどうにか逃がさないといけないよねって話ですね。で、背骨にかかってくる圧ってどこがかかるかっていうと、この椎間板、いわゆる背骨と背骨の間のクッション材、ここにかかってくるんですよ。で、このクッション材はどうなってるかというと、ほぼほぼ水分でできてます。水分で、水分なんで、どういう風に循環してクッション材作っていくか、柔らかい状態を保つか、これっていわゆる循環させないといけない。循環させないといけない。で、水って循環しないと濁ってきて硬くなってくるんですよ。で、この椎間板って圧が加わることで中の水がギューッと出ていく。でも圧が抜けることによって、いわゆる椎間板の中に入っている水分がまたギューッと周りの水分が入ってくる。いわゆるこの圧迫離解って言うんですけどね、圧迫された離解したっていうのを繰り返しながら、この椎間板のいわゆるこの圧抜ける、圧抜けるで水分を保ってるんですよ。この椎間板が硬くなる理由ってもう明確で、同じ姿勢してるとなるんですよ。いわゆる圧が加わりっぱなし、いわゆるスッポンジみたいなイメージしてもらうけど、スッポンジって水の中に入れてこう押すと水抜けますよね。けど離すと水が入ってきますね。あれを繰り返すことで中の水を
循環してるんですけど、ずっと押しっぱなし、触りっぱなしにすると椎間板ってもへこんだままになりますよね。そうすると椎間板が硬くなる、水が循環しないから硬くなる。硬くなるとこの周りにある神経、動神経ってやつがあったりします。あとは交感神経とかもあったりしますね。でこういう神経が痛みを感じます。痛みを感じると腰が痛いが起きてくるんですよ。なので何が痛いかっていうと、同じ姿勢ばっかりせんといてなんですよ。同じ姿勢ばっかりしてずっと圧が加わってると、これって圧が抜けた瞬間やっぱ水が循環しだすんで、これ同じ姿勢をしだす。そして同じ姿勢でもダメなのが、このまっすぐ座るよりも前にかがむ、何かをする、もうわかりますね、パソコンしたり何か勉強したり、カタカタカタ丸くなりながらやってる、もう最悪ですって話です。だから丸くなりやすい人、こうなってるって人は伸ばした方がいいです。例えば姿勢よくこういう風になんか手作業やってる、座って上を向きながらやってる、取ってますよねっていう人であれば丸くなった方がいいです。だからこれってこの姿勢が綺麗に座れてるっていうのは確かにあります。ですけど正解がない。何かって言ったら、反ってる人であれば丸くなった方がいいし、丸くなってる人であれば反った方がいいし、反るってことは難しかったら例えばクッション入れた方がいいし、こういうのが苦手な人であればあぐらをかいてみたら、こうやっていろんな方向に逃げますよね。でこれは縦方向だけじゃなくって横方向とかもそうだから、こんな風にしてもいいし、こんな風にしてもいいし、こういう風に肘に置いてもいいし、いろんな姿勢にしながら椎間板一箇所にかかってくる圧がないようにしないといけないよって話ですね。これが根本的な、そもそもの座ってる時の腰の痛みの解決方法です。だから同じ姿勢をずっとし続けない、だいたいやっぱ30分以上同じ姿勢をし続けないのがやっぱおすすめです。だから行儀が悪いと言ったとしても、私は例えばこの上であぐらを書くとかっても全然いいと思うし、こうやってもたれかかるの全然いいと思うし、逆に反り腰の人とかであればこうやって丸くなるっていうのも全然いいと思います。確かに周りから見れば何してんのってなるかもしれないけど、やっぱその姿勢を変えていける、そういうことによって椎間板がしっかり循環をすることによって痛みが改善する、やっぱここはなんかしっかり覚えていただきたいかなと思ってるので、これが正解っていうわけじゃなくって、自分が曲がりやすかったら伸びる方にね、伸びやすかったら曲がる方に、こっちばっかりなりやすかったらこっちの方に、こういう風にいろんな姿勢を変えながら椎間板に一箇所に圧が加わらないようにしてあげることがおすすめかなと思います。綺麗な座り方という点で言うのであれば、深く腰掛けすぎない、だいたい太ももの真ん中2分の1した時に真ん中までが乗ってる状態ぐらいがおすすめ。そうすることで座骨っていうところに乗りやすくなります。後ろに行けば行くほど座骨が寝やすくなる。前に行きすぎてもこれは座骨にかかりすぎるので、太ももの半分ぐらいが乗るようにしながらすると、勝手に骨盤が立ちます、グッと。これが後ろに行くと曲がりやすい、前に行きすぎるとちょっと痛い、なんでちょうど半分ぐらいで座骨が立ち上がりやすいところ、そして一応曲げてる角度が90度よりもちょっと曲がってるぐらいがおすすめかなと思います。まあ90度以上になるとちょっと腰が倒れちゃいます。なんで腰がまっすぐなるように90度以上曲げてる状態、そして前から見た時に足が軽く開いてる状態、肩幅ぐらいに座ってる状態で、骨盤が座りやすい人であれば前に行くといいです。これが前に行くと骨盤立ちやすくなります。後ろに行くとこうなります。なんで太ももの面積分前に行ったり後ろに行ったりがしやすいので、後ろに行きやすい人は前に、反りやすい人であれば後ろにっていうことを意識してみるといいかなと思います。でこの骨盤の角度、あとは上半身がどうしてもこう曲がりやすい人とかであれば伸ばす意識をするとかね、こうやってストレッチをするとかっていうのも意識してみるといいかなと思いますけど、基本的には綺麗な姿勢は肩幅に開いた姿勢で、こうやって太ももの真ん中ぐらいまで乗ってる状態、骨盤が立ってる、でしっかり背骨がまっすぐなってる状態が一番ベストかなと思いますが、この姿勢でずっと行ってみて、痛いからなので綺麗な椅子の座り方はないです。ただ綺麗な椅子の座り方の基準はありますけど、この姿勢でやってたらこれでも痛いです。だからしっかり曲がる、伸びる、横に行く、ねじる、こんないろんな姿勢動作を使いながら椅子の座り方をね、しっかり覚えていただければなと思います。ただね、こう自分がどういう姿勢なのか、腰の痛みが何から起きてるのかってやっぱ原因を知りたいし、何から起きてるかって分からなかったら怖いじゃないですか。で、そういう原因を見つけながらしっかり改善していこうってね、やらせてもらってるのがうちの整体復活ってとこがあります。なんでもしね、あなたが痛みがあってどこに行っても解決してなかったりとか、自分なりに頑張ったけども全然解決しなくて痛みを諦めてる、そんな人であれば最後の砦としてね、この整体復活ぜひね、気になった方は概要欄の方に店舗の一覧があります。そちらの方ね、見ていただいて、電話もしくは LINE で問い合わせしていただいて、ぜひね、来てみてください。問い合わせしてみてください、まずね。はい、ということで今日はこれで終わっていきたいと思いますけど、この話でそういう方大丈夫ですか？はい、ちょっと座る位置変えたりとか、うん、足で変えたりとか、立ってみたりとかしてみて、はいはい、まあ、なんとかやろうかと思います。
そうね、姿勢変えるのが結構大事かなって気はしますね。悪い姿勢とかじゃなくって、やっぱ勝手にやってる姿勢ってその痛みを回避するための姿勢なんで、勝手にやってる姿勢はあんまり止める必要はないかなと思いますから。ただ TPO があるのでね、会議中にあぐらかいたらそれは怒られますからその時はちょっと丸くなりたいんだなと思って、ちょっとこういう風にちょっと後ろに座ってみて、座ってみるとかっていう風に調整してみるといいかなと思いますね。ということで、こんな感じで今日終わりたいと思いますので、今日の話良かったなと思っていただければ、ぜひね、チャンネル登録してもらって見逃さないようにしてみてください。あとは高評価もらえるとすごく励みになるのでよろしくお願いします。あとコメント欄の方で、まあ、こんなこと聞いてみたい、あんなこと聞いてみたいってことがあれば、ぜひね、コメント書いていただけると私が回答してきますので、ぜひそちらの方も書いてみてください。はい、ということで今日はこれで終わっていきましょう。ぜひね、座り方変えて痛みを改善してみてください。今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画を見るとき、どうもありがとうございました。また見てください。